皆様こんばんは、本日はですねオラクル DBA&ディベロッパーデイズ2015、ご来場いただきましてありがとうございます。私日本オラクルの丸川と申します。データベースクラウドの、サービスですねの技術担当をしております。どうぞよろしくお願いいたします。で皆様にですねちょっと今日の話どういうふうに進めていくかにあたって多少微調整をさせていただくにあたり、皆様は今日のトピックの一つである MAA マキシマムアベイラビリティアーキテクチャというものを、聞いたことあるとか知ってるとかいう方がいらっしゃったらぜひご挙手いただきたいんですがどうでしょう。 ありがとうございます。結構、皆さんご存知いただいているということで非常にありがとうございます。ではもう一つのクラウドですけれどもオラクルクラウドを触ったことがあるとか、トライアル試しているとかすでにご契約いただいているという方いらっしゃいますでしょうか。どうもありがとうございます。今年に入ってサービスを始めたところですのでまだまだこれからなところはあるサービスですけれどもすでにお使いいただいているというところでもうありがとうございます。で本日ですね1時間でお話をさせていただきますけれども内容としましては、MAA ですね、高可用性アーキテクチャのベストプラクティスである MAA について少しおさらいをしてい、きたいと思います。でその上でですね、クラウドで MAA を使っていくにはどうしたらいいかというところに話を進めていきましてそれぞれの、主要な構成コンポーネントであるラックでバックアップ&リカバリーの機能をデータガードそういったところに話を進めていきたいと思います。で主には前に映しているスライドでお話を進めさせていただきますけれども途中ちょっとですねオラクルクラウドの実際の画面等々もデモでお見せをできればなというふうに思っています。ではよろしくお願いいたします。で最初にですね MAA マキシマムアベイラビリティアーキテクチャー、何のこっちゃという方もいらっしゃるかもしれません。こちらについてお話をさせていただきたいと思います。でオラクルデータベースその他ですねいろいろなミドルウェア製品を持っておりますけれども、それの高可用性のベストプラクティスですね、こういうふうに構築をしたらあるいは運用をしたら、高可用性のシステムが作ることができるかというようなベストプラクティスをブループリントという形でさまざまなドキュメントですとか実装のスクリプトですとかそういったものを公開をしているというものが MAA というものになります。ですので製品であるとかサービスがあるわけではないです。さまざまなドキュメントであるとかそういったものの集合体が MAA と呼ばれるアーキテクチャになっています。目的としましては高可用性のアーキテクチャを作るでそれをいかに簡単に作っていくか複雑性を排除しながらというふうに書いてありますけれどもそういったところを一つの目的にしています。で高可用性ですので目指すところは一つは計画停止をなるべく減らすことで計画外停止ですね、不意のダウンをなるべく避けることそして仮に、不幸にも停止をしてしまった場合にそれをいかに早く検出をして復旧をさせていくかというような手法であるとか、設計の指針というようなものを提供するというのが一つの MAA の目的とするところになります。でこれはですねオンプレミスの時からですね、非常に、長い歴史をかけて徐々に作っていったものであります。で、公にあるものではないんですけどもちょっと私なりにですね、MAA を特にデータベースというところに適用するにあたって原則としていると思われる部分を3つほど考えてみました。一つがですねデータのコピーです。これを複数の手段で取るというのが一つの肝になっています。データベースはですねデータあってのものです。そのデータセットを複数の手段ですねで取るでコピーを取ることによって一つ壊れてももう一つから復旧ができるあるいはもう一つをマウントして立ち上げることができるというようなデータコピーをいかに取っていくかというところが一つの肝になっていくかと思います。これらのバックエンドのテクノロジーとしては一番基本中の基本であるバックアップであるいはデータガードそしてこれは設計のやり方にもよりますけれども ACM というシステム上に格納しているデータファイルをデータファイルの領域とフラッシュリカバリーエリアですね FRA というリカバリー用のデータに分けて格納しておくというようなものがベストプラクティスでは実はあったりします。そのような設計をされていることによって
データの領域のボリュームが丸ごと飛んでしまっても FRA の方からバックアップですとかアーカイブログを使って復帰をするようなことができるというようなところが MA の中に書かれていたりします。こういったところも一つのコピーを取るというところの手段の一つです。あるいは ASM そのものを取ってみましても、 ASM を使ってミラーを行っていく場合には IO を必ず2つ以上書きます。そうすることによって万が一ファームウェアの障害とかハードウェアの障害があってビットが反転するような、まあ、データ破損が起こったとしても片一方のデータのコピーは生きているというような設計思想で作られていたりします。こういったものをさまざまな技術、さまざまな別の技術ですねを使ってコピーを取っていくというのが一つの大きな考え方かなというふうに思います。二つ目の原則としましては、複製したデータがこれデータベースとして使用可能なことを常に確認をするというところです。このような思想を持って MA は作られています。でデータベースとして、まあ、書いてないですけどもというのが非常に重要です。コピーを取ってファイルのコピーを例えば取りました。でコピーとしてはちゃんと取れているように見える、ただデータベースとしてマウントをしてオープンをしてみると立ち上がらないというようなケースが実はまあまああります、はい、これはですねデータベースを、使ってコピーをしていないがためにデータベースとして認識をした場合に何かしらおかしなところがあるですね、ブロックの破損をしているといったときに起こり得ます。こういったことがあってはせっかく取っているコピーが、まあ、元の木阿弥といいますか水の泡ということになります。こういったことを防止するためにオラクルの MAA では例えばデータガードはマウント状態でスタンバイのデータベースが立ち上がっています、まあ、立ち上がっているというかマウント状態になっています。これマウントできることも確かめられていますね。あるいはアクティブデータガードになりますとオープンされています。読み取り専用ですけどもオープンされていますのでデータベースとしてマウントしているファイルが健全であるということは確認をされているということです。あるいはゴールデンゲートのようなテクノロジーを使いますとアクティブアクティブになっていますので今すぐに接続をして使うことができるデータベースがもう一つあるという状態になります。他にもですねスナップショットスタンバイのような技術であるとかあるいはバックアップを確認するためのバリデートコマンド ARMA のバリデートコマンドというものがあったりします。こういうものを使っていつでも取ったコピーが使えることを確認するというのが2つ目の原則です。で3つ目はですね、まあ、あの直接のデータのコピーとか、データベースのコピーというわけではないんですけれどもなるべくですね、障害が起きるポイントを下げるということになります、分散をなるべく避けるというふうに書きましたけれども、当然ながらデータを分散をすればするほど障害が起きた時の影響範囲は狭めることができます。ただこれをもって可用性を高めているというのはちょっとデータベースの保護という観点からは間違った考え方になります。MTTR ですが、まあ、あのミンタイムですね、あの障害の可能性というものはデータを分散すればするほどトータルでは上がっていきます。障害の可能性ですね。ですのでデータベースを守るということを考えた場合には分散するのではなくデータはなるべく一つに集めていくというのがそしてそこを守るというのが原則になります。オラクルの MA ではこのような原則をもとにするテクノロジーとして RAC ですね、これはシェアードエブリシングのクラスターですのでデータとしては一つです。あるいはデータベース統合のようなテクノロジーがあります。マルチテナントもそうですし、まあインスタンス上にスキーマで統合していくというのもこの一つかもしれませんけれどもデータをなるべく一つに集めてそこを守るという思想ですね。この3つが MA の基本かなというふうに思っています。データベースに関してです。はい、MA という、まあ、ものを、ちょっと聞き知っていらっしゃる方はこの絵は見たことがあるかもしれません、基本的にどういうアーキテクチャを使うかといいますと左側に見えるのがプロダクションのサイト、まあ、あの本場のデータベースですね。で右側がレプリカのデータベースです。これをデータガードのようなログ転送の仕組みを使って結びで2つのデータセットを同時に使っていくというのが、一番基本的な考え方です。
でかつそれぞれのサイトであったりデータベースをどう守っていくかというテクノロジーとしまして、左上に見えますラックですとか ASM のようなものであったり、バックアップ系の仕組みですね。最近ではですね、こちらに書いてありますゼロデータロスリカバリーアプライアンスというようなログを順次転送していつでも多数のデータベースを一度にですね、バックアップを健全に取っていくことができるような仕組みというものもリリースをさせていただいています。こういったものを使っていかにデータベースを中心とするシステムを可用性を上げていくかというところを、まあ、これは絵ですけれどもベストプラクティスという形でまとめさせていただいているのが MAA マキシマムアベイラビリティアーキテクチャというものになります。はい、でここまではですねオンプレミスの話です。じゃあこれをクラウドにどう実現していきましょうかというお話が今日の本題になります。このスライドでお話をすることは非常にシンプルです。じゃあクラウド上に MAA を適用するにあたって、一つがクラウド上に使うシステムであったりデータベースをどう可用性を高めていくかというアプローチです。非常にシンプルですね。こちらにつきましてはオラクルの実装方針といいますか開発の方針は、先ほど見ていただいたようなオンプレミスで培った MAA の考え方あるいは技術製品、そういったものを皆様がお使いになっていただくデータベースクラウドのようなクラウド上のサービスに順次載せていくという、こういうアプローチになります。実はもう一つ違うアプローチをオラクルは取ろうとしています。これはオンプレミスで皆様が今お使いになっていただいているシステムあるいはデータベース、こちらをクラウドを活用することによって便利に安価に、そしてより高いレベルで高可用性を提供していこうという、ハイブリッドクラウドモデルというふうにここを書かせていただきましたけれども、こういったアプローチのこの2つになります。今日はですねこの2つをですね、織り交ぜながら、お話を進めていきたいと、思います。クラウドの、データベースですね、クラウドのシステムを高可用性を作っていきましょうかと言った場合に、いわゆるパブリッククラウドですね、ホスティングのようなものを除いたパブリッククラウドのシステムでどういうふうにされているかというと、いろいろなやり方はあります。ベンダーさん等々はありますけれども、ストレージなどを使って、VM のレプリケーションを取っていくという仕組みが非常に一般的に使われます。はい、でオラクルのデータベースを仮にそういったクラウドのシステム上で使う場合には、やはり同じようなレプリケーションの仕組みを作っていくというようなケースが、かなりの場合です。ただですね、 MAA のような観点から、データベースですねの特に観点からしてみると、ストレージベースのレプリケーションというのは、結構穴があります。はい、MAA においてはストレージのレプリケーションとを使用しているものもあります。ただこれはアプリケーションサーバーのみです。データベースに関しまして、レプリケーションを行うときにはストレージレベルでのレプリケーションというものは推奨は残念ながらしていません。いくつか理由はありまして、皆様もデータベースをお触りになっていただければこのあたりはご理解いただいていると思いますけれども、データはですねなかなかトランザクションと切り離せませんので、一つの本場のデータベースとレプリカのデータベースをうまくコピーをしていくっていう際に、データベース以外の仕組みで取りますとタイムラグが発生したりします。もちろん同期の書き込みということをすればデータの損失は行われないようなレプリケーションを取ることはできますけれども、どうしても性能の低下と一致をしてしまいます。こういったものをどういうふうに短縮をしていくかというのが一つ大きな問題になります。もう一つはクライアントですね、データベースのクライアント、アプリケーションから見た時の接続をどううまく切り替えていくかという問題になります。例えばストレージでレプリケーションのデータは取れました、うまく同期で取っています。ただ上で動いている VM ですね、この IP をうまく切り替えるところが同時にできますでしょうかというような話、あるいはそこのフェールオーバーをうまく考慮した上でアプリケーションが書かれているかというようなところになりますと、結構難しい部分があります。どうしてもオラクルのデータベースのような、セッションを管理しているものとセットで使われなければいけないケースが出てまいります。でもっと言いますと、赤字で書かせていただいていますけれども、ちょっと先ほど申し上げました
コピーを取ってそのコピーが健全かどうかを誰が確認しますかという問題があります。データベースのファイルに関して言えばこれが確認できるのはデータベースの、RDBMS だけです。ですのでストレージでいくらコピーを取ってうまく取れたよというふうに考えていてもいざオラクルをそのデータファイルをマウントしてみようとするとうまく立ち上がらない。これは障害のデータが伝播しているというようなケースがありえますけれどもこういう可能性があります。あるいはローリングメンテナンスですね、可用性といった場合に定期停止をどう下げていくかというのは非常に大きな問題になりますけれどもローリングメンテナンスの時の極小化ダウンタイムの極小化を考えた場合に上で申し上げたような障害時フェイルオーバー時間ですね、スイッチオーバーになりますけれどもこういった時間が比較的大きいというソリューションは使いにくいというようなものがあります。同じ話はクラウド上に行っても全く同じことが言えます、例えばじゃあオラクルのクラウドがどういうふうにですね、公開予選のデータベースを実装しているかという事例をちょっとご紹介します。これはですねオラクルのとある SaaS のアプリケーションです。オラクルの WebLogic サーバーとオラクルのデータベース上で動くアプリケーションをアプリケーションのアズアサービスとして提供しているものになります。バックエンドの仕組みですね、としましてはデータベース層はストレージのレプリケーションではなくアクティブデータガードを使っています。そして AP 層ではストレージのレプリケーションですね、例えばデプロイされた、ワーファイルとかそういったものは自動的にスタンバイの方に伝播されるというような仕組みを使っています。これはですね、MA の仕組みに乗っ取ったというような実装になっています。先ほど2つのアプローチですね、クラウド上のデータベースをどう堅牢にしていくかっていうところと、ハイブリッドクラウドのお話を差し上げましたけれども、ハイブリッドクラウドのお話に関しましては、このような、絵ですね、これが一例とお考えください。こういったものをオラクルでは今考えて実装しています。本番サイトはこれオンプレミスにあります。で、先ほどオンプレミスの別のデータセンターにあったレプリカが今度クラウド上に行きます。右側ですね。ただ、そのバックエンドで使われる仕組みであったり、テクノロジーであったりといったものは、基本的にオンプレミスで皆様がお使いになっていただいていたものと何ら変わるものはありません。いくつかですね、ちょっとバックアップがですね、クラウド特有のバックアップというようなものが出てきたりはしますけれども、基本的に使われているものは同じものになります。ではですね、ここから先はこのハイブリッドクラウドモデルともここで説明をしております、主に主要な3つの技術について少し深掘りをしてそれぞれお話をさせていただきたいと思います。1つがラックになります。もう1つがバックアップのサービスですね、右下に出ております。で3つ目がデータガードのようなレプリケーションを取っていく技術というところになります。こちらの話を少しディテールについてお話をしていきたいと思います。まずお話をさせていただきたいのがラックの機能です。でラックについては今更というか、今日ここで改めて細かくお話を差し上げることもないかなと思いますけど一応おさらいで書きました。9i ですね、もうだいぶ経ちましたね、より提供されています実績のあるデータベースのクラスター技術です。で、さまざまなクラスターですね、コンピュートのクラスターというのはいろいろありますけれども、オラクルのラックのクラスターの特徴は、拡張性と可用性ですね、この2つを同時に実現をすることができるクラスターということです。拡張性というのは、スケールアウトですね、ノード数を増やす、横に増やしていくことによって性能がリニアに伸びていくということを意味します。あるいは性能が縮小をされるということも同時に意味します。もう一つが、MA の観点からは非常に重要な可用性です。ラックの場合、複数のデータベースノードが同時に稼働します。これがすべてアクティブですので、一つのノードがダウンをしても他のノードでセッションを継続したり、サービスを継続したりということができます。
もう一つが安定性と、まあ、これは実績ということと言い換えてもいいかもしれませんけれども、すでにまあプルーフされた技術であるというのが一つの大きな特徴かなと思います。でオープン系の RDBMS、まあ、様々ありますけれども、このまあ2つないし3つですね、安定性まで含めたを実現できるのは、まあ、今もってオラクルのデータベースのラックの技術が唯一であるということになります。まあ、この辺もおさらいにはなりますけれども、ラックの基本的なアーキテクチャがあります。でそれは一つ目は複数のノードですね、サーバー、もしもこれが仮想マシンであれば VM という形になりますけれども、複数のデータベースインスタンスが別々の、大抵別々のサーバーで稼働をします。これをノードと呼びます。でもう一つがノード間の通信が必要です。データベースの場合どうしてもですね、まあ、セッションとそれに付随するデータを複数バラバラにするというのが非常に難しい形になります。まあ、それをしてしまうとシェアドナッシングという形になりますので、厳密な意味での純粋なクラスターにはなり得ないという形にはなりますので、あるノードで処理をしているデータが別のノードで必要になった場合に高速に通信を行うようにラックではインターコネクトのネットワークを使っています。もう一つが共有のストレージですね。はい、まあ、ラック以外にもいろいろ使います。普通の HA のアクティブスタンバイのクラスターでも使われますし、まあ、アプリケーションサーバーからこう今ですといろいろな、まあ、OS をブートしたりとか、まあ、そういったことにも使われますけれども、共有のストレージ上にデータそのものを格納してそれをマウントして使う、すべてのノードからマウントして使うというのが RAC の基本的なアーキテクチャのバックエンドになります。でこれをですね、オラクルのクラウド上で、いよいよ使えるようになりました。先月の末ぐらいからですかね、はい、使えるようになりました。で実はオラクルのクラウドを、いくつかですね、ゾーンというサービスの単位に分かれていまして、順次サービスが開始されていますので、皆様がひょっとしてですね、お使いになっていただいているトライアルの環境ですとか本番のオラクルデータベースクラウドの環境はすでにラックが使えるものがあります。全部ではないか、年末ぐらいまでにかけて順次すべて使えるようになっていくリリースの予定をしています。ラックが使えるプラットフォームとしましてはオラクルは2種類用意しています。一つがエクサデータクラウドサービス、もう一つがデータベースアザーサービスと呼んでおります、汎用サーバー上で動く、まあ、VM ですね、汎用サーバーの VM 上で動くデータベースのクラウドサービスです。データベースクラウドサービスですね、まあ、クラウド上でデータベースを使っていくという、まあ、この後にも実はセッション等々がありますけれども、今日ここの細かいお話は差し上げませんけれども、基本的には VM 上で、オラクルのデータベースが非常に簡単に使っていただけるようなサービスです。後ほどデモもご覧になっていただきますけれども、非常に使い勝手のいいクラウドサービスです。でこれをラックにすることによってどういうメリットがあるかというのがこちらになります。一つがVM 上で稼働しますので、どうしてもスケールアップをする際に制限が出てきます。オラクルのデータベースクラウドサービスですと16コアというのが一番大きなシェイプと呼んでいるものになります。まあ、結構大きいです。ただこれを超えて大きなデータベースを使いたいよっていう場合にスケールアウトがどうしても必要になります。これを実現するのがラックです。で GUI で簡単に構築、これはもうクラウドならではというところです。こちら後でぜひご覧になっていただきます。右上に行きますとアクティブの公開要請ですね。こちら生きているインスタンスが2つありますので、1つが落ちても必ずもう1つでサービスが継続する、これが公開要請の意味でのラックの、1つの大きな特徴です。右下のオンプレミスラックと同じ管理手法と書いてありますけれども、データベースクラウドサービス上のラックは全く同じオンプレミスと同じバイナリーを使っています。ですので基本的に同じ SQL は全く同じように動きますし、皆様が管理をしていただいているようなスクリプトとかあるいはツールとかそういったものは基本的に全て使えるというのが
データベースクラウド上でのラックの一ついいところになります。特殊な技術を使っているわけではないということですね。そしてローリングパッチですね。こちらも GUI のツールが、今はですねコマンドラインですけれども提供されています。でゆくゆくは GUI のツールも提供されるようになります。ですので皆様がウェブの画面から行っていただいてポチッとボタンを押すとローリングで無停止で、これはパッチにもよりますけれどもラックローリングに対応したパッチであれば適用していくことができるというようなところがクラウド上で使うメリットという形になります。ちょっと先にですねデモの前にエクサデータサービスのお話も差し上げようと思います。エクサデータクラウドサービスにつきましては、もう皆さんお使いになっていただけます。でこちら先ほど申し上げた汎用サーバーのものと何が違うかといいますとエクサデータのボックスが占有できます。でそれを重量課金でお使いになっていただけるというクラウドサービスになります。占有の意味合いというのはデータベースの処理ノードのノードが全部占有できます。もう一つはストレージが全部占有になります。ストレージサーバーですね、はい、でもう一つはストレージのネットワークですね。ストレージとデータベースの間のネットワークインターコネクトのネットワークも含めて占有されます。ですのでクラウドサービスで重量課金ではありますけれどもオンプレミスと同じような性能であったり、可用性であったり隣に非常にビジーなインスタンスお客様がいらっしゃったとしても全く無関係にサービスを受けることができるというのが一つ大きなメリットになります。あるいはオンプレミスで使っていただいているエクサデータと全く同じものが使えますので、基本的にアプリケーションの移行等々は非常にすんなりいくというものになります。当然これもラックに対応しています。こちらアーキテクチャの概要になりますけれどもちょっとラックについてはですね、デモをご覧に入れようかなと思います。こちらですねちょっと今リフレッシュをします。セッションはまだ継続していますね、はい。ちょっとこちらオラクルのデータベースクラウドサービスのサービスコンソールという画面になります。皆様すでにお使いになっていただいているという最初手を挙げていただいた方は、見られているすでに見られている画面になります。こちらの画面からですね今すでに作られているラックの環境が一つとこれはシングルインスタンスの環境ですけれども、これが作られているということを見て取れます。ちょっと画面を大きくしましょう。じゃあここでですねラックのデータベースを作るというところを今ライブでちょっとやってみたいと思います。インスタンスの作成というボタンを押しましてこのあたりは今日ちょっと説明は省略しますけれどもサービスレベルであるとか課金の頻度というものを選択いただきます。そしてリリースを選択いただきます。 11G リリース2または 12C エディションですね。ラックは後ほど申し上げますけれども一番、高機能なエディションで対応しておりますのでそれを選択します。最後にですねよいしょテスト02とか名称ですとかシェイプと呼んでいるものは CPU のコアあるいはメモリサイズの組み合わせになります。これ VM のサイズですね。そしてアクセスをする際の鍵ですね。公開鍵と秘密鍵のペアを生成しておいていただきまして公開鍵を登録をします。で秘密鍵は持っておいていただくことによりましてセキュアに作っていただいたインスタンスにアクセスができるようになります。管理パスワードを初期のものを入力をしていただきましてここですね。ここまではシングルインスタンスと何ら変わることはないんですけれども左下にデータベースクラスタリング with LAC というものがあります。ラックが使えるようになっているサービスのゾーンに関しましてはこの Yes というものを選択いただくことができるようになります。最後にシングルインスタンスと同じようにバックアップの構成を選択をしていただいて次にと押していただきますと確認の画面が出てきます。今入力した画面がこのような形ですね。
まあ、どのようなエディションで、どのような名前で、どのようなバックアップで、ラックですというものがあります。でちょっとここですね、今押してしまうとこの環境をトライアルで制限、容量制限をオーバーしてしまいますので、押しませんけれども、ここで作成というふうにしていただきますと、実際にもうインスタンスの作成が走ります。で環境にもよりますけれども、まあ 3,40 分から1時間ぐらい、込み具合にもよりますけれども、そういったぐらいで、ラックのインスタンスですね、ここでは2ノードのインスタンス、2ノードラックが作成されて、データベースのサービスも作られて、リスナーも立ち上がって、さあどうぞという形で作られます。ですので非常に簡単にラックのサービスというものが作っていただけるというのが、こちらのオラクルデータベースクラウドサービスでのラックになります。事前に作成をしておいたラックのインスタンスがこちらにございます。ちょっと詳細をご覧に差し上げます。先ほどの作成ボタンを押しませんでしたけれども、押したら1時間経つとこのような形のインスタンスが作られています。ラックテスト01に対して1番2番というインスタンスが立ち上がっています。これがそれぞれ別のバーチャルマシンで立ち上がっています。で2ノードのラックという形になります。作るのはご覧になっていただいたように非常に簡単です。で、まあ、今日は DDD ですので少し細かいお話も差し上げようと思います。どういった実装がされているかというところですね、はい、でまず概要ですけれども、ラックはですね 11G リリース2と 12C 両方、作っていただくことができるようになります。ただグリッドインフラストラクチャーは 12C 両方 12C になります。で UI ですね、先ほどご覧になっていただいた UI とかはシングルインスタンスで作っていただくときと何ら変わりはありません。ラック作りますかという、あそこのリストボックスをイエスにするかノーにするか、それだけの違いです。現時点では2ノードラックですけれども、将来はラック1ノードですとか3ノードラックも作っていただけるようになります。3ノードラックあるいは4ノードラックのようなスケールアウトもできるようになります。でコマンドラインのツールも用意しております。ちょっと後ほどこれは補足の説明をさせていただきます。オラクルのデータベースクラウドサービス、実は4つのエディションがあります。スタンダードエディション、オンプレミスの S スタンダードエディションに相当するものが1つと、エンタープライズエディションのオプションが1つもついていないものがエンタープライズエディションと呼ばれます。でいくつかのオプションがまとめてついているハイパフォーマンスというものと、すべてのオプションがついているエクストリームパフォーマンスという4段階ございます。ラックはこの一番、まあ、上位のエディションであるエクストリームパフォーマンスというもので、サービスをいたします。はい、で2ノードラックできました。でそれぞれが VM だというふうにこう申し上げました。でその中に、まあ、グリッドインフラのホームとオラクルのホームというものがもう含まれています。でそれぞれでサービスが動いているという形になります。で OS のルート権限が使用できます。後ほどお見せをします。で先ほどラックの重要なテクノロジーで共有ストレージというものがありましたけれども、これはですねオラクルクラウド側で提供をしています。シングルインスタンスの時に、まあ、マウントをされている全バーチャルディスク形式の、仮想ボリュームですね、これを ASM で束ねた上に ACFS を使っています。ちょっとこのあたりは面白い実装ですね。 ACFS を実装した上でマウントポイントをシングルインスタンスのデータベースと同じ形式で切ってあります。ですのでオラクルクラウドということを考えますと、シングルインスタンスで管理されているファイルの使い勝手と同じような形でラックもファイル管理ができるということを目指して実装しています。ちょっとですね、ネットワークの話ですけれども、その前に今作ったこちらのデータ、作ってあるデータベースのインスタンスにアクセスをしてみようと思います。どうやってアクセスをするかといいますと、それぞれのインスタンスの VM にグローバルな IP が振られています。で SSH
のポートがオープン今してありますので、こちらでアクセスをすることができます。ちょっとターミナルをちゃんとセッションのまま残っていますね。2つ立ち上げてあります。左側がノード1、右側がノード2です。で、ちょっと後で触れますけれども、詳細は、接続自体はグローバルの IP でされていますが、この中に入っていただいて、それぞれの VM に振られている IP アドレスは、これ10点いくつとかいうものなので、いわゆる内部 IP、内部 IP ですね、インターナルの IP になります。で、このユーザー今 OPC というユーザーですけれども、ルートになれます。左だけでやりましょうか。よいしょ。で、グリッドユーザーにちょっとなってみまして、皆様、ラックを管理していただいている皆様でしたら、馴染みのある CRSCTL というようなコマンドを打ってみます。はい、そうしますとですね、先ほど申し上げた ACFS がリソースとして登録されている、そしてこうマウントをしているポイントがあるよというようなところが見れます。あるいはですね、サーバーコントロールコマンドでちょっと ASM の情報を見てみましょう。はい、皆様 ASM を管理していただいている場合ですと、非常に馴染みのあるこういったプラスデータというような ASM のディスクグループですね、こういったものが見れます。で、パスワードファイルも ASM で管理されている 12C ですね、ようなものが分かります。ちょっとボリュームの情報も見てみましょう。ボリュームとしては3つマウントされて、まあ、ボリュームとして存在をしています ASM の、まあ、ディスクグループですね。データというものと FRA というものとリドゥというものになります。これがですね、それぞれちょっと上に行きますけれども、行き過ぎましたね。よいしょ、もう一個下ですね。はい、U02 というマウントポイントにデータの領域が、U03 という領域に FRA、高速リカバリーエリアですね。で、リルーのエリアが U04 というところにマウントされているということになります。この U02、03、04というマウントの配置は、シングルインスタンスのデータベースの時と全く一緒です。ただシングルインスタンスの時には ACFS ではなくて、直接、まあ、Linux の仕組みシステムからファイルシステムとして見れるような形になっています。 LVM を使っています、シングルインスタンスの時には。はい、このあたりが、ラックでですね、共有ディスクをどう実現しているか、まあ、オラクルのクラウド上でですね、というお話になってまいります。もう一つ実装周りの、一つの特徴をお話をしようと思います。それがネットワークです。オラクルのクラウド、先ほどちょっと申し上げましたけれども、パブリックの IP が割り当たって外からアクセスできるようになっています。そこを目指してアプリケーションも接続をしていくことができます。例えばクラサバのような仕組みですね。はい。であったり、まあちょっと別のクラウドからつないでみたいような形にはパブリックの IP になります。ただし、そこからインスタンスに行くまでに NAT のフォワーダーを経ます。NAT IP ですね。で、内部ではインターナルの IP10 点いくつというものが振られています。ですので、このあたりがちょっとオンプレミスではない、特殊な、まあ、実装といえば特殊な実装になっています。で、もう一つはネットワークが一つです。普通のオンプレミスのラックを構築していただく場合に、いわゆるサービスランと呼ばれるようなアプリケーションサーバーから来るランとインターコネクトのランを分けていただくというのが一般的な実装かと思いますけれども、ネットワークとしては一つ
のものを使っています、オラクルクラウドでは。でローカルの IP はですね、動的な IP です。これ DHCP がありまして、インスタンスの VM がリスタートをするたびに変わってまいります。なので、基本的にアクセスをするときに IP をローカルで直打ちをしてインスタンス間アクセスをすることはなくて、内部にいます DNS ですねのホスト名、 DNS を参照しながらホスト名でアクセスをしていただくという形になります。ホスト名は先ほど一番最初に出ていたので見ていただいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、 VM を作っていただいた時のインスタンス、 VM インスタンスの名前になります。とはいえですね、機能を損なっているということは一切ありませんで、ファンのイベントですとか、ロードバランス用ですね、ランタイムコネクションロードバランスのような機能を使うための情報というものはすべてこの NAT 越しに提供がされますので、例えばファストコネクションフェイルオーバーのような機能ですね、高速接続フェイルオーバーとかそういったものもすべて使っていただけます。まあ、そういったものに対応したコネクションプールとか、そういうものを使っていただければ使っていただくことができます。その後にももう少し細かく、せっかくですのでどうなっているのというものを見せていきたいと思います。例えばですね、今2ノードラックですので2つ見えております。ノード1つ目が内部 IP 10.106.25.162 というものになります。これが先ほど申し上げたリスタートのたびに変わるという内部の IP です。でもう一つが 25.170 というものになります。でここから先はですね、ちょっと面白いんですけれども、 VIP ですね、ラックの場合ですね、VIP を皆さん登録していただくと思います。CRS のリソースとして。で通常はその、まあ、IP が消失をしますと、他のノード、別のノードの方にフェイルオーバーをして、継続をするという形になっていますけれども、Oracle Cloud の場合ですね、VIP が別に振られていません。先ほどの162というノード1に振られている IP が、まあ、言ってみれば実 IP ですね。これがそのまま VIP として CRS のリソースに登録をされています。もう一つは170というもののはずです。なんかそうですね、170というところですね。なので VIP と実 IP が実は一緒という形になります。後ほどちょっとこのからくりはお話をします。でもう一つはですね、スキャンもちょっと見ていこうと思います。スキャンの IP に関しましても2つ登録がされています、リソースとして。ただこれもですね、先ほどの VIP および実 IP に登録してある、まあ、それぞれのノードのものと同じものが2つ登録をされている形になります。通常オンプレミスですと全く別のスキャン IP を3つなり取って、それをリソースとして登録をしていくという形になりますけれども、このような実装になっています。リスナーもちょっと見てみます。リスナーは1521でリスンをしているということですね。はい、で、まあ、ちょっと何なのと、こういう変わった実装は見たことないよと思われる方もいらっしゃると思いますので、ちょっとここをお話をします。で、接続に関しては先ほど見ていただいたようにスキャンとかがありますので、オンプレミスの場合と一緒です。普通にスキャンリスナーに接続をしていただいて、サービスネームを使って接続をしていただくという、まあ、12C だとまあ普通のやり方になると思います。はい、で立ち上がっているスキャンリスナーがサーバーサイドのロードバランスですね、リスナーネットワークスに登録をされているローカルリスナーに対してリダイレクト、サーバーサイドロードバランスを行って接続をしていくという形になります。仮に1ノード落ちている場合にはきちんとリスナーは知って、スキャンリスナーは知っていますので、そちらのノードには接続は振られないというようなフェイルオーバーの機能もこの中に振られています。で先ほど申し上げたように、もしも外のネットワーク、オラクルクラウドの外のネットワークから接続をしていく際には NAT の
接続を取っていきますので、いきますけれども、基本的には動きとしては一緒になります。はい、で先ほどですね、VIP のお話を差し上げましたけれども、基本的になんでこういう、実装になっているかといいますと、オラクルのクラウドそのものには VIP がありません。で、VIP がありませんので、CRS 上は VIP というふうに見えていますけれども、実際にその IP が消失をした場合に自動的に他のノードにその VIP が移るっていうようなことはないです。ここがまあ唯一可用性の観点から言った場合のちょっとした注意点になります。ただまあ避け方はあります。まあ通常そのまま放っておきますと TCP のタイムアウトですね、既存の接続が切れた場合にTCP のタイムアウトを待ってしまうというようなケースがあります。こうすると可用性の観点から非常に好ましくないですので、オラクルの、SQL ネット、オラクルネットのパラメーターを、きちんと設定をしていただく必要があります。これはですね、データガードを使って、なるべく早くコネクションを切り替えるときとかにやるやり方と全く一緒のやり方ですけれども、こういうようなパラメーターですね、リトライカウントとかリトライディレイというようなものがあります。これ比較的新しいパラメータです。リトライディレイに関しては 12.1.0.2 クライアントですね。クライアント 12.1.0.2 以降だったりします。こちらの資料すいません、最初申し上げませんでしたけれども、ダウンロードできるようにしますので、こういうものがあるんだなぐらいに覚えておいていただければ、後から見れるようにはしたいと思います。こういう形に書いていただくことによりまして、TCP のタイムアウトを待たずに、VIP に頼らずとも、もう一度コネクションが再生成されて、再接続、生きているノードの方に再接続されるというようなことを作ることができるようになります。ので、ちょっとここは、オラクルクラウドだけではないですけれども、ぜひオンプレミスにも実装していただきたいパラメータですけれども、覚えておいていただければと思います。はい、なので、ちょっととしたですね、tips はありますけれども、可用性の観点からオラクルクラウドで、損なわれているということは、基本的にはありません。ただ注意点があるというところを覚えておいていただければと思います。可用性の観点とはちょっと関係ありませんけれども、 RackCLI っていうようなですね、実は管理ツールがあります。 RackCLI、 これクラウド特急ですね。ちょっと打ってみますけれども、あれ、セッションが切れちゃってるかな、ちょっと切れていなかったですね。はい、コマンドラインのツールです。でこれは Rack 環境のオラクルクラウドに、実装されているツールになります。いろいろ見ていただくとヘルプ等々がありますけれども、このコマンドラインを使ってできることというのがこういったものになります。失礼しました。サービスを作成したり、サービス情報を取得したり、パッチを適用したり、インスタンスのスケールアップ、スケールダウン等々ができます。で将来的にはこれがすべてですね、GUI からできるようになっていくというのが開発の方針になっています。現時点で Rack をですね、我々オラクルがどういうふうに考えて、プロデュースをしているかといいますと、一つが Rack をそのものの機能ですね、高可用性、スケーラビリティというものをクラウドにもとなすものというのがあります。でもう一つがクラウド環境上にラックがあるということなので、例えばラック向けのアプリケーションがオンプレミスであるんだけども、そのテストをクラウド上でやりたいとか、そういうラックが必要なシチュエーションを、非常に簡単に1時間で作っていただけるっていうのは一つメリットかなというふうに思っています。ですのでぜひこういった活用の、仕方もご検討いただければと思います。はい、次のトピックとしまして、バックアップとリカバリーの機能についてちょっとお話を差し上げたいと思います。これも振り返りになりますけれども、 MAA においてバックアップというのは非常に重要な考え方、重要な機能です。で何を実現するかっていうと、やっぱコピーです。データベースのでオンラインでコピーを取って、かつそれを任意の時点と任意の単位で戻したいねということです。何を言ってるかっていうと、バックアップを取った時点にしか戻れないとか、フルバックアップを取ったらフルバックアップ、フルリストアしかできないっていうような制約をなるべくなくしたいねというのが、オラクルので考えるデータベースのバックアップです。これがポイントインタイムリカバリーというような R1 の機能であったりとか、例えば 12C ですと PDB という
データベースのマルチテナントのデータベースの単位でリカバリーができたり、あるいは表で表単位でリカバリーできたりというようなことができるようになっています。あるいはセキュアバックアップというようなテープへの吐き出しですとか、リカバーデータベースというようなところのコマンドとかもこちらに当たります。でバックアップを取る際に R1 はですね、実はかなりチェックをしながら取っています。ブロックの破損チェックをしながら取るとか、あるいはバリデートコマンドというものを後から走らせてデータのブロックが健全であることをチェックするというようなこともできたりします。こういうのが MA におけるバックアップの実は役割になります。でこれをですね、データベースのクラウドにおきましてはバックアップをクラウド上に転送するということを安価に実現できるソリューションがあります。これがバックアップクラウドサービスというものになります。オンプレミスのデータベースもクラウド上のデータベースも両方取ることができます。で1ヶ月1テラバイト33ドルですので、非常に安価になっています。データベースクラウドでバックアップを取る際には先ほどご覧になっていただいたようなインスタンスを作成する画面の右のところにバックアップを設定するものがありました。そちらを適切に設定していただくとこのようなベストプラクティスに沿ったオンラインバックアップが構成されます。 VM の中に1週間 VM の外ですね、ストレージクラウドという先ほど33ドルのものにパー付きのものに1ヶ月間、でそれを毎日差分バックアップで更新をしていくというようなバックアップが構成を自動でされます。こちらですね、ぜひ、じゃあどういう詳細になっているのっていうのは、添付のイメージとしてつけてありますのでご覧になってください。実際何で実現しているかというと、もう本当に R1 です。で、R1 のリテンションピリオドとかで実現をしているというような形になります。もう一つのクラウド上のバックアップソリューションが、オンプレミスのバックアップをクラウドに取るというものになります。実際に使われているテクノロジーは先ほどクラウドからクラウドへのバックアップで使われていたものと全く同じものが使われています。ただそれをオンプレミス上にインストールをしていただくようなスクリプトあるいはモジュールというものが用意をされて OTN からダウンロードできるようになっています。これ無料ですのでぜひお試しいただければと思います。でトライアルのデータベースバックアップクラウドサービスというものがありますので、無償で今すぐ試していただくことができます。ダウンロードをしていただきまして、あとはそこにマニュアルに書かれているんですけれども、こういうコマンドを流していただきます。そうしますと、暗号化のためのウォレットですとか、接続のためのいろいろなファイルですとか、接続ファイルとか、あとは R1 のですね、ライブラリーがロードされて、R1 のバックアップコマンドをバックアップデータベースデバイスタイプ SBT というふうに打っていただくと R1 はテープに入っていると思うんですけれども実はバックアップクラウドの方に入っているというような動きをします。非常に使いやすいモジュールですのでぜひお使いになっていただければと思います。対象のデータベース等々は載せてありますので後ほどご確認をいただければと思います。で、さまざまな活用シーンあります。当然バックアップを活用、取っていきますが一つ使えるのがデータ移行に使えます。バックアップを取ったものをそちらでクラウド上でリカバリーをするというやり方ですね。で、そちらの応用としまして DR のようなものを作ったりテスト環境を作ったりあるいはデータガード後ほどちょっとお話をしますけれどもデータガードを作ったりというようなこともできます。例えばこの、とある例これオープンワールドで US で話された例ですけれども一度バックアップクラウドの方にバックアップを取って毎日差分でバックアップをクラウド上に取っていきます。で、それをオラクルのデータベースクラウドの方に毎日リストアといいますかリカバリーをします。そうしますと1日前のテストデータベースの、マスターですねが作られます。クラウド上にデータを転送するんですけども毎日の差分の分だけを転送していくというような形ですね。これによってテストマスターができますし、あるいはですね、実はこれバージョンが違ってもリカバリーができるっていうのは R1 に詳しい方は皆さんご存知だと思いますけれども、
アップグレードのようなことも実はできたりします。 11G と 12C というような形ですね。こういうのは非常に面白い活用の仕方かなというふうに思います。もう一つの大きな機能としまして、データガードのお話を最後にさせていただきたいと思います。これも振り返りになりますけれども、データガードの高可用性における役割と MA における役割といいますと、こういった形でまとめられると思います。いつでもフェールオーバー可能なもう一つのデータベースセットを持ちますと。単なるバックアップではなくて、いつでもフェールオーバーができるというのがポイントになるかと思います。それによってバックアップから戻すよりも短い RPO、RTO というものが実現できるというのが一つの鍵になります。で、そういったバックアップの、データベースセットを持ちますので、そこに対してさまざまな負荷をオフロードするようなアクティブデータガードの機能ですとか、仮に本番側のブロックが壊れた場合に自動でスタンバイからリカバリーをするような自動ブロックメディアリカバリーというような機能も使うことができます。あるいはローリングメンテナンスを使って定期停止をなるべく小さくしていくというようなこともできるというのが役割になります。これはオンプレミスと一緒ですね。アーキテクチャとしては非常に、今更という話はありますけれども、データベースのリリューログですね、これを転送することによって小さい帯域かつ、データベースとしてプルーフされた形で変更を伝播していくというのがテクノロジーになります。同期であったり非同期であったり、そういったものをサポートすることができます。クラウド上でデータガードを、まだ今はお使いになっていただけません。一部を除いて、で一部を除いてと言っているのは、すでにあるデータベースのインスタンス、オンプレミスとクラウド上のインスタンスの間で手動でデータガードを作っていただくことはできます。で、このためのですね、ホワイトペーパーが用意をしてありますので、その手順に従っていただければ作れるというものが今ございます。ただし、今は手動です。将来はクラウドトゥクラウドのデータガードが自動でできる GUI のツール、そしてステップ3になりますけれども、オンプレミスとクラウドの間のデータガードを自動で構築していただけるようなツールを提供を予定をしています。このあたりは順次ご紹介が今後もできるかと思いますので、ぜひご期待をください。今すぐに使っていただけるですね、このオンプレミスとクラウドへのデータガードというものがこういったものになります。非常に話としてはシンプルですね。今まで別のデータセンター、オンプレミスのデータセンターにあったものがクラウドになるという形になります。当然そこはさまざまな用途に使用することができます。例えばレポーティングであるとか、テスト環境をさらに使っていくというようなところになります。現時点で英語ですけれども、ホワイトペーパーがありますので、ぜひご覧になってみてください。で、これ具体的なインスタンスの作成こうやりますよとか、いろいろかなり細かく書いてありますので、非常に簡単に作っていただくことができます。オンプレミスの時とのちょっとの違いというと、ネットワークですね、どうやって疎通するのっていうところの多少設定をしていただくところがあるぐらいですね。あとはオンプレミスとオンプレミスの間と変わりません。で、データの持っていき方も基本的にオンプレミスとの場合と変わらないです。一番簡単なのは Rman のデュプリケートコマンドです。ただネットワークの帯域が問題になるケースがありますので、そういった場合には先ほどのバックアップクラウドサービスを経由をして差分で持っていくというような手法も考えるかと思います。はい。で、いくつかサポートされる構成等々もありますので、後ほどぜひご覧になってください。利用ケースとしましては、既存のデータベースに TR を追加したいっていう場合に、クラウド上ですとサーバー買うことが必要ないですね。例えばオンプレミスもう3年データベース使ってて、あとライフサイクル2年なんだよと、今から DR 作るのもねって言った時に安価に作れる、重量でっていうのは一つのポイントかと思います。しかもクラウド側はですね、データを受けるだけでしたら非常に小さいシェイプ、1コアとかでも十分ですので、データを受けている間は大してお金がかかりません。万が一 DR が発動した際にスケールアップをしていただいて、オンプレミス相当のシェイプにしていただくと
というようなことができるというのがクラウド上に DR を作る一つのメリットかなと思います。あるいはクラウド上に参照専用のデータベースを持ちたいであるとか、テスト環境を一つ追加したいというような時にもぜひデータガードをお使いいただければと思います。クラウド上にデータガードを作る際に考慮しなければいけない点としましては、一つは通信です。ログテンスオラクルネットを使いますので、こちらをどうするのかというのが必要になってきます。もう一つは帯域ですね。帯域もですね、どうしてもインターネットを経由しますので、リデューの圧縮の検討ですとか、今はまだご提供が始まっていませんけれども、専用線サービス等々もぜひ、この先ご案内できればと思います。はい、で、そうですね、で将来はですね、クラウド上で先ほどラックのように自動でインスタンスを作成していただけるようなものが来年の初頭にはご提供ができるかなというふうには思っていますので、ぜひご期待ください。1時間しゃべってまいりましたが、最後に少しだけまとめのお時間をください。オラクルがですね、 MAA というものを長い間、かけて作ってきたものをどうやってクラウドに持っていくかというところは2つございます。申し上げましたように、一つがオンプレミスで培ったベストプラクティスですね、 MAA をどういうふうにクラウドに適用していくかというところです。それが例えばラックの実装であったり R マンですね、それをそのまま使えるようにするというようなことであったり、データガードを順次展開をしてまいります、自動化のツールとともに、というのが一つポイントでございます。もう一つがオンプレミスの皆様がお使いのデータベースをどうクラウドを活用することによって堅牢にしていくかという話になります。ハイブリッドクラウドモデルというところで、今お使いになっていただけるのはデータベースバックアップサービスというクラウドへのバックアップ、もう一つがデータガードになります。こちらも自動化のツールがお使いになっていただけますので、将来お使いになっていただけますので、ぜひご活用いただきたいと思います。はい、参考情報はぜひ帰ってご覧になっていただければと思います。はい、で1時間にわたりまして、ありがとうございました。来年1月29日にですね、もう少し、こじんまりとしたというか、インタラクティブな、会としまして、ディベロッパーカンファレンスというものを今企画をしております。で後ほどぜひこちらクリックをしていただいて、もう少しですね、インタラクティブなセッションですとか、バラエティに富んだクラウドのお話ができるかと思いますので、ぜひご来場いただければと思います。はい、これは OU のラーニングサブスクリプションです。ぜひ今半額だそうですので、こちらもご覧になってください。はい、ありがとうございます。少しちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、こちらで、DDD のセッション、私のセッションの方を終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。